こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではおしゃれ初心者の方が買い物をすべきお店ベスト5というテーマでお話をしてみたいなというふうに思っています。世の中にはですね、本当にいろんなお店だとかブランドがあるわけで、その中からどこで買い物をすればいいかわからないという男性は多いのかなと思っています。まあ、僕の動画の中では主にユニクロだとか GU だとかグローバルワーク、このあたりをお伝えすることが多いんですが、まあそれだけではなくて本当にいろんなブランドがあるわけですね。まあピラミッドを描いてみると、まあ今までご紹介してきたものというのは基本的にはピラミッドの割とですね、お求めがしやすいような下の方の階層なんですね。まあそれ以外にもですね、トップどころだとルイ・ヴィトンだとかグッチだとかエルメスだとか、あとはサンローランだとか、こういったまあいわゆるラグジュアリーブランドみたいなものがあって、T シャツ1枚でも5万円を超えるようなものがゴロゴロ存在するわけですね。そういった高いものもあれば、ユニクロみたいなお手頃なものがあって、その中間ぐらいにするような価格帯もですね、結構いろんなブランドがあるんですね。ということで今回の動画では、おしゃれ初心者の方が、まあ、このあたりで買い物をすれば、まず間違いがないだろうというブランドをですね、皆さんに5つご紹介したいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのですね、アイテムですとかコーディネートの解説に関しては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、この動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速一つ目のお店およびブランドから解説をしたいなと思ってるんですが、一つ目はユナイテッドアローズですね。いわゆるですね、セレクトショップと言われるジャンルの中の一つなんですが、まあユナイテッドアローズはセレクトショップの中でも割とですね、癖がなくて使いやすいアイテムが多いので、個人的にもよく買い物をするお店なんですね。ただユナイテッドアローズといってもかなりいろんな業態がありまして、ユナイテッドアローズというですね、一つのブランドもありますし、あとは僕の動画の中でよく出てくるのがユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシングですね。これはユナイテッドアローズの中でも比較的価格帯が抑えめで、僕ら大人世代でもですね、気軽に買い物がしやすいようなブランドになっています。あとはビューティー&ユースと呼ばれるブランドがありまして、こちらに関してはですね、割とトレンドによったアイテムも多いんですが、個人的にはすごく好きでこちらで買い物をすることも多いです。まあ、ビューティー&ユースの中で取り扱いがあるスティーブン・アランというブランドが僕は好きで、そのジャケットなんかをですね、今日は着てるわけなんですが、意外とユナイテッドアローズといってもそれぞれのレーベルで全然個性が変わってくるんですが、個人的にはベーシックである程度質がいいものを買おうと思ったらユナイテッドアローズがですね、まず強いかなと思っています。特に僕ら30代40代世代で少し背伸びをして買い物をしたかったら、ユナイテッドアローズのアイテムというのは癖もそこまでないですし、トレンドの取り入れ方もですね、あまりやりすぎ感がないので、すごく使い勝手がいいかなというふうに思っています。例えばシンプルなニットだとか無地の T シャツだとか、あとはちょっとカジュアルなジャケットなんかもすごくバランスがいいので、まあこういったベーシックなものでちょっと長く使いたいなというものに関してはユナイテッドアローズがいいかなと思いますし、まああとはですね、グリーンレベルに関しては僕の動画の中でもよく出てくるんですが、ユナイテッドアローズよりも少しですね、価格帯が抑えめになるので気軽に買い物がしやすいんですよね。ユニクロがあってグローバルワークがあって、その次に来るのがグリーンレベルのような価格帯かなと思ってるんですね。決して安くはないんですが、手が届きやすいというところでベーシックで使いやすいアイテム多いので、ぜひですね、皆さんにも取り入れていただきたいブランドかなというふうに思っています。まあ、ユナイテッドアローズの中でも僕はステップを踏んでいくのがいいかなと思ってまして、まず一番使いやすいのはグリーンレベルかなと思うんですね。まあ、価格帯も手頃なので、ここから入って、その先にあるのが、もう少し質を上げたユナイテッドアローズ、もしくはトレンド感の漂うビューティー&ユースですね。このあたりに振ってあげると、ユナイテッドアローズの中でも程よくですね、階段を踏んでいけるかなと思うので、ぜひ皆さんにもチェックをしていただきたいなというふうに思っています。まあ、個人的にもですね、ユナイテッドアローズは大好きで、僕がよくお買い物をしているのは、青山にある H ビューティー&ユースだとか、あとは原宿キャットストリートにあるディストリクトユナイテッドアローズというところがあるんですけども、その2つが大好きでよくお買い物してるんですね。割とファッション中級者の方から上級者の方まで幅広く抑えてくれるのがユナイテッドアローズかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、チェックをしていただければなというふうに思っています。はい、続いて二つ目のブランドなんですが、これも同じくセレクトショップからのチョイスになるんですが、ナノユニバースですね。ここもまたすごく使いやすいブランドなので、皆さんにぜひご紹介ができればなというふうに思っています。僕がナノユニバースで買い物を良くするようになったのが、
大学生の頃だったかなと思うんですね。当時渋谷のですね、ナノユニバースのお店によく足を運んでいたわけなんですが、今もですね、同じ場所でナノユニバース展開してまして、先日も訪れてきました。まあ当時はですね、結構10代、20代向けのアイテムが多い印象だったんですが、まあブランドとかお店というのもですね、お客さんの層と合わせて徐々にですね、年を重ねていくということもよくあるわけで、ナノユニバースはですね、最近大人向けのアイテムもすごく多くなっているので、僕ら世代でもですね、気軽に取り入れやすいかなというふうに思っています。ナノユニバースのアイテムというのも結構ベーシックなものが多いんですが、グリーンレベルと比較するとちょっと色気があるものが多いんですね。まあ同じくベーシックなアイテムではあるんですが、まあグリーンレベルに行ってもナノユニバースに行っても正直ですね、似たようなアイテムって取り扱いがあるんですね。シンプルなジャケットだとかシャツだとか、あとはニット T シャツだとか、こういったベーシックなものってどこのお店に行ってもある程度は抑えてあるものなんですが、その中でもグリーンレベルのテイストとナノユニバースのテイストってちょっと変わってくるんですね。ナノユニバースの方がちょっと色気を感じるようなものが多いというのが僕の中でのイメージがあるんですね。ですのでサイズ感に関しても割とですね、ジャストサイズだとかタイトなものをですね、ナノユニバースというのは得意としていまして、そこを軸足としながら今っぽいトレンドのややゆったりめのものもあったりするので、このあたりはですね、グリーンレベルを選ぶかナノユニバースを選ぶのか、それは人によってテイストを変えていくのがいいかなと思っています。なるべく親しみやすさを出したいという方はグリーンレベルの方がいいかなと思いますし、少しおしゃれ感を強めたいなとか色気を出したいなという方はナノユニバースが向いているのかなと思うので、そのあたりはですね、一つの基準にしていただければなと思っています。で、結構ですね、僕の中でナノユニバースといえば最近はセットアップだとか、あとはそのセットアップに合わせるような無地の T シャツだとか、そういったビジネスカジュアルからカジュアルまで使えるようなアイテムをすごく得意にしているような印象が強いんですね。で、価格帯としても結構お手頃なものが多いので、セットアップで1万円台みたいなものもあったりするので、割とですね、グリーンレベルと並行して買いやすいものが多いかなと思うので、ここもぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。まあ、最近ですね、僕の動画の中でもおすすめしたレザースニーカーなんかも良かったりするので、ビジネスカジュアルからカジュアルまでしっかりとちょっと綺麗めな雰囲気で整えたいというのであれば、ナノユニバースもですね、ぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、続いて3つ目のですね、ショップおよびブランドなんですけども、エディフィスになります。エディフィスもですね、個人的には好きで、ここもまたですね、20代の頃から使っているブランドなんですけども、先ほどお伝えしたグリーンレーベルナノリバースと同じようにですね、価格帯はやや抑えめなんですが、少しだけエディフィスの方が価格帯は上がるかなと思っています。例えばシャツ1枚の単価で言うと、グリーンレベルだとかナノユニバースよりもですね、2000円から3000円くらい高いようなイメージかなと思っています。まあ、取り扱っているアイテムに関してもベーシックなものが多いんですが、まあ、エディフィスで言うとちょっとフレンチカジュアルみたいなイメージがあって、やりすぎたおしゃれさではなくて、ちょっとセンスのいい感じがほんのり伝わるようなところが個人的にはすごく好きなんですね。親しみやすいグリーンレベルがあって、色気のあるナノユニバースがあって、そしてほんのりセンスの感じるエディフィスというものがあるというような、そんなイメージかなと思っています。僕が普段ですね、スタイリングをする際にもよく使うのが実はエディフィスなんですね。結構ですね、ビジネスカジュアルからカジュアルまで幅広く揃いますし、価格もですね、決して高すぎないので、個人的にはですね、すごく使いやすいブランドかなというふうに思っています。僕がよく使っているのは丸の内のエディフィスなんですけども、本当に大人っぽい雰囲気で買い物もしやすいかなと思うので、ぜひ皆さんには訪れていただきたいですね。名店かなと思っています。まあ、ショップのオリジナルのものもすごくいいんですが、様々なセレクトされたブランドも良くて、例えばオーラリーだとかコモリだとか、あとはイタリアブランドも強くて、タリアトーレだとかラルディーニだとか、このあたりのアイテムもしっかりと見えるので、一つのお店に行っていただければ本当にですね、オリジナルからインポートのアイテムまで様々なものが見れるので、かなり大人の男性にはおすすめかなというふうに思っています。で、結構僕が好きなのはエディフィスって結構いろんなブランドとコラボレーションをするんですね。例えばアディダスのスニーカーをエディフィス別注バージョンで作ってみたりだとか、あとはバブアーのビデールなんかをですね、別注で作ってみたりだとか、こういった様々なブランドのコラボレーション企画なんかも面白いので、個人的にはそういうところも含めてエディフィスのアイテムというところを楽しみにしていたりしています。まあ、そこまでですね、癖がなくて使いやすいので、グリーンレベルナノユニバースと並行しながらですね、エディフィスというお店もですね、見ていただくとすごくバランスがいいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて4点目のショップおよびブランドなんですが、スーツカンパニーですね。
ここはですね、皆さんにとって馴染みがあるかなと思うんですが、まあ、スーツカンパニーというとその名の通りスーツを連想される方が多いかなと思うんですね。もちろんスーツカンパニースーツも良くて、個人的には3万円台で買えるようなスーツブランドいろいろあるんですけども、その中ではスーツカンパニーが一番僕はバランスがいいかなと思っています。僕自身ですね、新卒で会社に入るときにですね、スーツカンパニーのスーツを買ったのを覚えていまして、当時はですね、まだまだスーツカンパニー出始めで、そんなに着てる方が多くなかったんですが、明らかにですね、僕の友人たちが着てるスーツよりも、シャープで今っぽいものが多くて、個人的にもすごくいい印象のあるブランドなんですね。スーツカンパニーというと結構ですね、イタリアっぽいテイストのスーツ作りが得意なブランドなのかなと思っています。一方で同じ3万円台のスーツを売ってるショップで、スーツセレクトというブランドがあるんですが、こちらはちょっとモードっぽいような雰囲気の細身のスーツを得意としてるんですね。このあたりで特徴が分かれるんですが、僕ら大人世代にはスーツカンパニーの方が意外と相性がいいかなと思ってまして、個人的にはおすすめなブランドかなと思っています。もちろんですね、スーツに関してもコストパフォーマンスが良くて、すごくですね、作りのいいものが多いんですが、僕が個人的にお勧めしたいのは、ビジネスカジュアルからカジュアルなんですね。特にカジュアルのイメージって、スーツカンパニーには全くないという方も少なくないかなと思うんですが、ジャケットを主軸にしたような、綺麗めなカジュアルがですね、結構スーツカンパニーは得意なんですね。こちらもですね、イタリアのスタイルを軸足としながらの、すごく綺麗めで僕ら世代でも似合いやすいものが多いので、結構ですね、スーツカンパニーって狙い目かなというふうに思っています。ちょっと話は脱線するんですが、先日ですね、久しぶりに YouTube の撮影でビフォーアフターをやってきたんですね。おしゃれが苦手な方を1日で劇的にですね、変えるという企画をやったわけなんですが、その中でもですね、結構スーツカンパニーのアイテムというのを使ってるんですね。特に僕ら30代、40代大人の男性がカジュアルな着こなしをする際に少し綺麗めに振った方がバランスがいいかなと思うので、そういう場合には結構スーツカンパニーがおすすめかなと思うので、ぜひ皆さんこちらのスーツカンパニーもチェックをしていただければなと思っています。個人的にはですね、結構銀座のスーツカンパニーに行くことが多くて、2階の階段を上がって正面の部分にカジュアルめのものが結構たくさん置いてあるので、ぜひそちらもチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、続いてラスト5点目なんですが、これはもう言うまでもないですね。ユニクロになります。これまでご紹介した4つのブランドというのは、結構ですね、価格帯としてはユニクロだとか自由に比べると高くなってくるかなと思うんですね。決してピラミッドの全体から見るとものすごい高いわけではないんですが、それでも比較すると高くなってくるので、やはりですね、こういったユニクロというものをうまくミックスしながら、全体の価格帯を下げていくということはすごく重要かなと思っています。例えばユナイテッドアローズだとかエディフィスで全身をコーディネートするとなると、正直ですね、軽く10万円は超えてしまうかなと思うんですね。なかなかそこまでお金をかけられないという方が正直多いかなと思うので、そういう場合はベースの服はですね、ユニクロで買い揃えることをお勧めしたいなと思っています。例えばボトムスですとか、インナーの T シャツですとか、ニットですとか、こういったアイテムに関してはユニクロで十分素敵なものが手に入るので、こういったベースはユニクロで揃えてしまって、それ以外のジャケットですとかアウターですとか、上半身に位置して目立つものに関しては少し頑張って投資をしてみるというのが、僕はバランスがいいのかなというふうに思っています。そして僕の動画の中ではユニクロと同じようにですね、 GU も解説することが多いんですが、まあ、僕ら世代であったら、まあ、圧倒的にユニクロの方が価格帯はちょっと上がるんですが、質の面ではですね、バランスが整ってるかなと思うので、こちらの方をですね、重視した方がいいかなと思っています。まあ、GU に関しては時々ですね、ピンポイントでこれだったら大人世代でも使えるよというものがあったりするので、そういう時にはこれからもご紹介したいなと思ってるんですが、軸足にするのはですね、間違いなくユニクロでいいかなと思いますので、ユニクロをベースにしながらセレクトショップのアイテムを混ぜ込む、このあたりをですね、頭の片隅に置いていただくと、バランスのいい着こなしというのが完成しやすいかなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では、大人の男性が買い物すべきお店はこの5つだけでいいというテーマでお話をさせていただきました。かなり限定したわけなんですが、おしゃれ初級者から中級者ぐらいまでであれば、このあたりのショップさえ覚えておけばですね、僕は十分かなと思っています。ただ全部を使う必要はなくて、この中でも僕は3つぐらい使えればいいかなと思っていまして、例えばベーシックでなるべくですね、木を照らわない着こなしをしたいのであれば、ユニクロを軸にしながらグリーンレーベルを使うというのがいいかなと思いますし、少し色気のあるスタイルを楽しみたいという場合は、ユニクロをベースにしながらナノユニバースを使えばいいかなと思いますし、あとは少しセンスの漂うような着こなしをしたいという場合は、ユニクロプラスエディフィスなんかがバランスがいいかなと思うので、
このあたりは皆さんの感覚に合うものをですね、ユニクロプラスアルファで選んでいただけるとすごくバランスがいいかなというふうに思っています。僕自身もですね、ファッションが好きでいろんなお店で買い物をするんですが、今回ご紹介したお店というのは結構個人的にもよく行ってるので、ぜひ皆さんもう一度お店に訪れながら、どのお店がしっくりくるのかをですね、見定めていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。